どうも、マサヤの寝てることチャンネルにようこそということで、今回はですね、どのマルチとコンパクトを混ぜたエフェクターボードが最強かということでお話ししていきたいと思います。最近ですね、こだわるところはコンパクト、こだわりのねコンパクトを使って、あとまあどうでもいいって言ったらあれですけど、そんな力入れてないところはマルチを使うっていうペダルボードが結構そのコスパとかね、いろいろ便利だなというふうに思っておる次第です。はい。そうなった時にね、いろいろこう空想してみたらですね、こうサムネイルになってると思いますけども、この4機種が、お安くそれが実現できるなっていうふうに思いました。もちろん高い機材をね、見ればね、いろいろたくさんあると思うんですけども、お手軽なところだとこの4機種かなっていう感じです。その4機種言っていくと、MS50G プラス、G24、GT1、MS3 ですね。この3つが、まあ、値段的にもお安くて、かつ、便利に使えるかなっていう感じが、しましたので、一個一個ね、長所とか短所とかお話ししていきたいと思います。まず1個目ですね、 MS50G プラスカラーです。これはね、一番シンプルな構成になりうるかなっていう感じですね。もう MS50G プラスがコンパクトなんで、最初の設定にしようと思ったら歪みペダル、もうこだわりのコンパクトの歪みと MS50G プラスで、成り立ってしまうこともできるんじゃないかなっていうふうに思います。でこれ結構ね大事なところなんですけども、 JAC120 を使う場合に、アンプシミュレーターを軽くかけた方が僕最近いいなと思ってるんですね。というのも JAC にそのまま歪み、まあ、コンパクトであろうとね、歪みペダルをかけた音を入れてしまうと、その JAC 自体がなんて言ったらいいかな、そのレンジが広いアンプなので、そのレンジが広いところに歪みがかかってしまって、あんまり狙った音にならなかったりするんですね。でだからその手前で、アンプシミュレーター、だからキャビネットシミュレーターを切った状態のアンプシミュレーターを、かけてあげて、でその帯域をギュッと狭めてあげて、前にね歪みペダルを置いてあげると、すごく理想の音にね、近くなるかなっていう感じがしますので、結構だからその今からあげるやつの中でアンプシミュレーターが入ってるかどうかって、結構その JC120 を使うっていう前提においては大事かなっていう感じがします。はい。でまあこの辺はね、ちょっとまた個別でアンプシミュレーターかけて、JC 対策みたいなね動画も撮ろうと思っておりますので、興味ある方はチャンネル登録してお待ちください。で話戻しますと、まあその MS50G プラスはアンプシミュレーターありますんで、まあ、軽くねアンプシミュレーターかけて、その歪みペダルをきれいに歪ませるっていうのができると。で、まあ、電池で動くね、これもすごく便利ですね。さっきも言ったように、コンパクトエフェクターってやっぱり電池で動くものも多いので、電源いらずで、使えたりしますね。でメリットを言うとですね、 MS50G プラスのそのエフェクトの切り替え、これがちょっとねなかなか操作的に難ありかなっていう感じですね。1個のやつをねオンオフするだけなら常時そのエフェクトをね画面に表示させた状態でオンオフしたらいいんですけども、あっちもこっちもってなるとね、この十字ボタン、僕十字ボタンと呼んでるんですけども、この左右のね踏み分けでオンオフするのがなかなか大変だったりするので、まあ、その辺がデメリットかなっていう感じですね。もちろんその大きいボードに入れて、そのミディとかね、最近ミディにアップデートで対応しましたんで、ミディで制御するとかってなったらまた話は別かもしれないですけども、まあ MS50G プラスで最小のねお手軽ボードにするならば、そういうね大きなシステムじゃなくて小さいシステムで使いたいなって僕は思うので、まあ、そこがちょっと難点かなっていう感じです。はい。じゃ次ですね、 G24 ですね。はい。で G24 はですね、そのコスト、今1万4000で売られているので、そのコストとできること、機能を考えると、割と優秀なんじゃないかなというふうに思います。で、これもさっき言ったように、アンプシミュレーター入ってまして、で、ラインでも出せて、アンプでも出せると。で、アンプで出す場合は、おそらくそのキャビネットシミュレーターが切れた状態になるので、それで、そのね、コンパクトの、歪みペダルとかかけると良い感じで歪んであげるので、さっきお話しした、アンプシミュレーターかけて、綺麗に JC120 で歪ますっていうのは効果点ですね。で、さっきの MS50G プラスよりはマシなんですけども、その、まあ、僕はそのストンプボックスモード、正式にはストンプボックスモードって書いてないんですけども、そのコンパクトエフェクターがのパッチの中に入って、コンパクトエフェクターが並んでいるような状態にして、で3つのフットスイッチを押す、でオンオフするっていう状態
態で使いたいんですけども、これもですね最大この6個までエフェクトつけれるんで、3つあればなんとか工夫したらできるっちゃできるんですけども、そのエフェクトの並び順的に端っこの方になったりするやつに行ったりするときに、まあやや不便かなというところですね。それを解消する方法としてこれがあったらいいなというのが、その1個のフットスイッチに対して複数の動作ができれば、ある程度そのね問題点は解消すると思うんですけども、なんかそのズームの G2-4 に関してはその説明書いらずで分かる、理解できるっていうのをなんか目標にしてるらしいんで、あまりこういう複雑な機能は入れてないのかなっていう感じがするんですけども、こう多機能のねものを望んでしまうと、そういうものも入れてほしかったなっていう感じですね。でその次ですね、ボスの GT1 ですね。でまあコスパ的にはややちょっと G2-4 より高いですけども、まあ同レベルの価格帯かなっていう感じですね。でさっきから言ってますけども、JAC 対策として、これもねアンプシミュレーター入ってますんで、その歪みエフェクターをきれいに JAC でも使えるっていうところは OK ですね。はい。でそのズームにないそのボスの GT1 の最大の欠点としては、その同系列のエフェクトを複数置けないっていうところなんですね。例えばそんなことはあんましないですけども、あのズーム系のねマルチエフェクターだと全部歪みエフェクターにすることとかね、全部コーラスにすることとかできるわけですよ。だけどその GT1 は入るスロットが決まってて、そのスロットによって、かけれるエフェクトが決まってくるというところもちょっと自由度が少ないかなっていう感じはありますね。まあその裏返しになってしまうんですけども、その点で G2-4 はそのすぐにねDSP がいっぱいになって、6個全部使えなかったりするんですけども、 GT1 はそれは絶対ないと。そのスロットにね入れるのであれば DSP が不足して全部使えないってことはないというところは便利ではありますね。で GT1 の良いところとして、何気に小さいねエクスプレッションペダルがついてますけども、まあその小さいので操作性が悪いというのもあるかもしれないですけども、その小さいがゆえでもそのエクスプレッションペダルがついているくれてることによって、そのボリュームとかねワウとかねいろんな機能はそこにアサインできて、使えるのが便利かなっていう感じですね。でその次、これがねボス製品割と全般に言えることだと思いますけども、優秀というか便利な点ですけども、一つのペダルで複数の操作を割り当てることができるんですね。そのアップダウンのペダルがあると思うんですけども、結構知らない方多いと思うんですけど、アップダウンのペダルってそのパッチの上下ももちろんできますけども、アップダウンのボタンに個別で機能割り当てることができるんですね。で例えばアップのボタンにオーバードライブのオンオフとか、ダウンのボタンでコーラスオンオフとかっていう風に割り当てることができます。でただそのアップダウンのボタンには複数の機能をアサインすることはできないんですけども、そのコントロールのボタンに関してはかなり5個か6個ぐらいのその機能をね割り当てることができるのは、かなり便利かなっていうように思います。で、ボスの MS3 ですね、僕これちょっとね最近気になってるので MS3 の話をしたくてこの動画を撮ってるようなところもあるんですけども、ちょっとお話ししていくと、まずですね、まあお値段的には他のその今紹介してきたやつよりはややちょっと高いけども、そんなにめちゃめちゃ高いわけじゃないので、まあ割とコスパがいいかな、今から話すね機能を考えたらコスパいいかなっていう感じはしますね。ここがねすごいところなんですけど、今まで紹介したマルチっていうのは基本的に直列でつなぐしかなかったんですけども、これ一応スイッチャーとしたものなので、その一個一個個別にコンパクトつなげて、でそのコンパクトの一応好きな位置に変えれるっていうのがめちゃめちゃ利点ですね。例えばそのマルチの方でコンプレッサーを使いたいと、でコンプレッサーはその歪みのプッシュするねブースター的な感じで使いたいみたいになった時に、他の3機種では手前にね歪みペダルを置いた場合、この前にコンプレッサーを置くっていうのは無理だったんですけども、この MS3 ではそういうねコンパクトの位置を変えれますんで、コンプレッサーの後にその歪みペダルを置いてコンプレッサーをそのブースト的に使うってことも可能なわけですね。でさっきも言いましたけれども、その GT1 よりもさらに複雑だと思いますけども、複雑なその一つのペダルで複数の操作がかなり自由度が高くできます。でそのいろんなねフットスイッチとかエクスプレッションペダルとかも付けれて、拡張性がかなり高いというところですね。そのね使うコンパクトエフェクターによってはMIDIに対応してたりするものもあったりするので、そういうMIDIに対応したものも使える、つまりその MS3 っていうのはそのMIDIのアウトがあるので、それも使ったコントロールができるっていうのは良いですね。
ただですね、1点だけ難点を僕見つけてしまったんですけども、ずっと言ってるその JC120 で使う場合、アンプシミュレーターを軽くかけておいて、歪みエフェクターで入れてあげるとそのレンジが狭くなって、ギターアンプラショーとなるっていう風に話してますけども、この MS3 にはね、なんとねアンプシミュレーターがないんですね。そこがねちょっと残念なところかなっていう感じはしますけども、例えば最近であればね、あのコンパクト型のねアンプシミュレーターもたくさん出ておりますので、まあそういうのを駆使してやってみたりすると、まあ JC 対策もできるかなという感じですね。と、いろいろお話ししてきましたけども、いかがだったでしょうか。僕的にはね、一応今使ってるのは G24 とそのコンパクトペダルっていうの、まあ以前にもね動画出しましたけども、が今のところ便利かなっていう感じで使っておりますけども、妄想するとね他のも試したくなったりしているところで、ございますが、皆様はどうでしょうか。ぜひ何かありましたらコメント欄に書いてみてください。ということで今回は以上で終わりたいと思います。こういった機材の話をですね LINE のオープンチャットで話しておりますので、興味ある方は下の概要欄から、入ってみてください。ではバイバイ。